敵艦隊の全滅を確認。航路確保しました。やれやれ、これで最後だろうな。トランスバール星系に到着してからこれで何度目の戦闘だ。私たちが白き月を脱出する時よりも格段に無人艦の数が増えているのは確かですね。あの黒き月がポコポコ作り出していったんだろうな。まったく手間かけさせやがって。けどさ、本星の方に残ってるのって昔戦った駆逐艦や巡洋艦クラスの無人艦ばかりで大したことなかったわね。おまけに戦法も単調でしたし、私たちと戦った際のデータはこちらの無人艦隊には反映されていなかったみたいですわね。だからって油断するんじゃないよ。まだ後ろからエオニア軍の本体と黒き月が追いかけてきてることには変わりないんだから。おそらく一両日中には黒き月を含む本体が追いついてくるはずです。でもきっとなんとかなりますよね、タクトさん。白き月が見えてきました。メインモニターに映像を出します。よかった、白き月はまだ無事みたいですね。私たちを脱出させた後、ただ一人残られたシャトヤーン様は白き月をシールドで包み、外部から手が出せないようになさったんです。しかし黒き月のように白き月も兵器工場かもしれないわけだろう。そう考えると複雑な心境だな。フシレったら、あんなのと白き月を一緒にしないでください。そうですよ、そんなはずありませんってば。私はまだ信じてませんから。そうですね、では早速。白き月、応答願います。こちら衛星防衛艦隊機関エルシオール。白き月、応答願います。シャトヤーン様、シャトヤーン様、いらっしゃらないのですか。はい、変ですね。あるいはすでにエオニア軍に攻略されたのかもしれんな。そんなはずはありません。シャトヤーン様の貼ったシールドがそう簡単に破られるわけが。心配ない、シャトヤーン様も白き月も無事だ。シャトヤーン様がお使いになったシールドとは、外部からの一切の干渉を無効にする方法だ。一種の封印と言ってもいいだろう。つまり攻撃であろうが通信であろうが、こちら側の干渉は白き月には届かない。逆もまた同じだ。エオニア軍がいくら攻撃しようと無駄なはず。何しろ水面に映った影を攻撃しているようなものなのだからな。ちょっと待て、外部との接触が一切断たれているということ、もしかして。封印を解除しない限り白き月に入ることはできん。私たちも解除の方法は知りません。そんなことシャトヤーン様からは一言も。案ずるな、私は脱出する直前シャトヤーン様から
封印を解除する方法を授かった。王子が封印を解く方法をご存知なんですか？そうだ、エオニアが私を追っていたのも私が皇族の生き残りだからという以外にその理由もあったのだ。わかった。だが解除の方法は他人に見せるわけにはいかない。解除は自分の部屋で行うことにしよう。それが終わるまで部屋に近づくことは許さん。機密の保持という観点から言えば、最重要人物に最重要機密を持たせるという考えは間違ってはいないが、やはり驚いたな。私だ。これから封印を解除する。なんだ、エルシオールが光っている。またシステムの暴走か。終わった。これで封印は解けたはずだ。連絡を取ってみればいい。了解しました。白木月、応答願います。こちらエルシオール、応答願います。返事が来るかな。白き月より応答ありました。回線つなぎます。エルシオールの皆さん、よく無事に戻ってきてくれました。シャトヤン様、ご無事で何よりです。あなたたちも変わりないようですね。安心しました。ああ、驚いたな。タクト・マイヤーズ。それでは、あなたがルフト准将のおっしゃっていたふさわしきものなのですね。ここまでエルシオールとエンジェル隊を率いてよく戦ってくれました。あなたには感謝の言葉もありません。おいタクト、お前いつもと態度が違わなくねえか。ということは、シバ王子もご無事なのですね。そうですか、よかった。ともかく白き月へお入りなさい。積もる話はそれからにいたしましょう。勝手に浮かれてろ。ここ、アルモ、入港準備だ。了解しました。クールダラス副司令。了解です。やっと帰ってこれたんだわ。何そわそわしてんのよ。あんたでも緊張することなんてあったのね。いえ、別に。
そなたたち、静かにせんか。なんだか、お話が弾んでいるようですね。お邪魔だったかしら。シャトヤン様、お会いしとうございました。芝王子、本当によく帰ってきてくれました。はい。なんだか母親に甘える子供みたいですね。エンジェル隊の皆さん、それにマイヤーズ司令、今まで芝王子をよく守ってくださいました。心からお礼を言います。いえ、タクトさんのお力があってこそです。正直最初はどうなるかと思いましたけどね。シャトヤン様もご無事で何よりです。ですが、私たちが戻ってきたのは再会を喜ぶためではありません。そうではないかと思っていました。まだエオニアとの戦いは終わっていないのですね。はい、我々はエオニア軍に勝つための方法を求めてここまで引き返して参ったのです。わかりました。お話を伺いましょう。そうでしたか、紋章機とエルシオールの隠された力が。その武器は白き月中心部の兵器工場らしき場所にあると見られていますわ。ですが、本当に白き月にそんな場所があるのでしょうか。それと、できれば紋章機の秘められた力のことも教えていただけると嬉しいんですけど。わかりました。あなた方には真実を知る資格があるでしょう。紋章機の秘められた力とエルシオールの武器については私に心当たりがあります。そして白き月にあなた方のおっしゃるような場所があることも事実です。今からそこへ案内しましょう。エルシオールと紋章機も今からそこへ運ばせましょう。私についてきてください。広い。地表近くにある研究施設や工場とは比べ物にならないわ。エルシオールや紋章機ももう到着してるね。どこをどう通ってきたのやら。おい、タクト、これどうなってるんだ。宇宙港で整備をしていたらいきなりこんな場所に運ばれてきちまったぞ。ここは何なんだ。ここは月の巫女たちにも立ち入りを禁じていた場所、白き月の中心部です。そしてこの自動工場プラントこそが白き月の本質を表しています。そう、ここから全ては始まったのです。それをお話しするためには長い歴史の流れを紐解かなければなりません。今からおよそ600年前、クロノクエイクによって
それまでの文明が崩壊したことはご存知ですね。その状況下でトランスバール本星に現れたこの白き月がロストテクノロジーの恵みをもたらし、文明の復興が始まったと聞いています。おそらく現在の広告の半島よりはるか彼方、気が遠くなるほどの長い距離を移動してきたものと考えられています。どうやって移動してきたのか、そもそもなぜ移動が始まったのかについては未だ謎に包まれています。いずれにせよ、トランスバール星系の人々は流れ着いた白き月を調査し、その中に眠るロストテクノロジーとその生産工場を発見しました。それがこの大きな工場なんですね。そうです、紋章機やエルシオールもここで発見されたものです。その後、白き月は人類に多くの恵みをもたらしました。失われた技術がよみがえり、人は再び星の海を渡り、豊かな文化を取り戻すことができたのです。そうやって今のトランスバール公国が発展していったんですよね。今となってはその答えを知る者はいません。確かに言えることは二つだけ。一つは、白き月を発見した人々がやがて自らの手でこの自動工場プラントを閉鎖したことです。それはロストテクノロジーを平和の維持と繁栄のために使う決断をしたことを意味します。このプラントが必要となる日は永久に来ないと思っていました。シャトヤン様、確かなことはもう一つあるとおっしゃいましたわよね。その確かなこととは、まさか。ええ、あなたの考えている通りです。白き月と黒き月は対になる存在として作られたものに違いありません。あの黒き月や紋章機に似た敵の機体を見た時からもしやとは思っていましたが。そんな、白き月と黒き月が対になるものだなんて。二つの月がなぜ作られたのか、なぜこのトランスバール公国に姿を現したのか、それは私にもわかりません。黒き月はこうしている今も白き月を追い求めている、そんな気がします。私には感じられるのです。それは激しい愛と憎しみとが入り混じった混沌にした一途な思い。そう、まるでエオニアが広告に対して抱いている思いそのもののように。今から5年、エオニアは広告を追われ辺境へと流されました。その理由は明らかにされていませんが、白き月のロストテクノロジーに異常なまでの関心を示したことも理由の一つなのではないかと聞き及んでいます。そのエオニアが黒き月を率いて白き月を手に入れようとしている。
あるいは今回の出来事はその時からすでに定められていたことなのかもしれません。それだけは何としても避けないとね。黒き月を手に入れただけであれだけ極悪なことをしでかすようなやつだもの。ですがこうしている間にも黒き月は着々とこちらに近づいてきています。その計算をしていたところです。これまでの観測結果によると明日の一蓋丸々前後と推測されます。気にしても始まらないわ。私たちだけでも派手にやっつけてやるわよ。私たちにできる最善のことをするのみです。私にできる限りのことをさせてもらいます。まずは紋章機の本来の能力を最大限に引き出せるよう調整しましょう。そんなことできるんですか？さすがシャトヤーン様。あの翼が生えた時の紋章機ならエオニア軍も目じゃないよ。そしてエルシオールにはクロノブレイクキャノンの搭載を行います。そうです、正確には発見された当時のエルシオールに搭載されていたものを元に戻すのですが、その力があまりにも強大すぎたからです。ロストテクノロジーは使い方を誤れば恐ろしい災厄を招きます。それはあなた方もその目で見てきたでしょう。当時の研究者はあまりに強大な力を不要と考えクロノブレイクキャノンを外したのです。ちょうどこの工場プラントを閉鎖したよ。紋章機の能力に制限を設けたのも同じ理由です。本当に必要となる時までその力を使うことがないように。いいえ、そんな力など使う必要もない平和な未来が来ることを願って。分かっています。その思いを大切にしてください。あなた方がその思いを胸にして戦う限りロストテクノロジーは使い手の気持ちに応えてくれるでしょう。ではこれから自動工場プラントを起動します。作業は明日の朝には完了するでしょう。明日に備えてもうお休みなさい。勝敗の行方はあなた方にかかっているのですから。
いらっしゃいませ。はい、いつでもどこでも24時間営業ですから。それは企業秘密です。ところで、明日はいよいよ決戦だそうですね。当店としても心から応援してます。というわけで、今日から頑張れエンジェルタイ&エルシオールキャンペーンとして特別出血大サービスを行っております。指令も何か買っていかれませんか？今ならほかほかの肉まんが2割引きですよ。これはマイヤーズ司令。王子に何かご用でしょうか？承知いたしました。どうぞお入りください。マイヤーズか。どうしたこんな時間に。私がいたら問題でもあるか？おお、確かに言われてみればそうだな。長い間この船にいたせいですっかり馴染んでしまったようだ。私がエルシオールに乗っていてはいかんのか？これまでもそうしてきたであろうが。仕方あるまい。私がエルシオールにいても役には立たんしな。わかった。私はシャトヤン様と共に白き月から見守らせてもらう。その代わり、無様な戦いをしたら許さんぞ。明日はよろしく頼むぞ、マイヤーズ。こんばんは、タクトさん。どうなさいました？勝つか負けるかを気にしても仕方ないですよ。どんな結果になるにしろ、それでも歴史の流れは止まりません。それに、宇宙クジラが言っています。この船に関わる者たちの心は、一つになって美しいハーモニーを奏でている。長い間人類を見守ってきたが、ここまで人が心を一つにするのは初めて見たと。
はい、それもタクトさんがいるおかげだと思います。だから大丈夫です。乗組員の皆さんを信じていれば。ところでタクトさん、宇宙クジラにエンジェル隊の皆さんの気持ちを聞いてみますか？わかりました。では少々お待ちください。という感じみたいです。もう一度ご覧になりますか？そうですか。またご覧になりたくなったらいつでもどうぞ。いらっしゃい、司令さん。ちょうどよかった。今ミルフィーちゃんの作ったコロッケが上がったところだよ。あ、タクトさんじゃないですか。どうですかこのコロッケ、美味しそうでしょ。明日のためのお料理を作ろうと思って、そのついでに食堂のお手伝いをしてたんです。明日エオニア軍に勝ったらそのお祝いをするでしょ。そのためのお料理ですよ。今晩のうちに仕込みをしておかないとね。ミルフィーちゃんが手伝ってくれるおかげで本当に助かるよ。いえ、そんな、私の取り柄ってこれぐらいですし。タクトさん、明日は期待しててくださいね。私、腕によりをかけて作っちゃいますから。嬉しいな。それじゃあ、もっと気合い入れて作らなきゃ。はい、分かってます。司令さん、絶対に無事に戻ってちゃんと料理食べとくれよ。うん、待ってるからね。それより食事に来たんじゃなかったのかい？ああ、タクトか。なんか用かい？あんたもかい。
私も明日で全ての決着がつくと思うと、なんだか興奮しちまってね。無性にぶっ放したくなって、さっきからこうしてるのさ。ああ、明日で全てが終わる。どんな結果が待っているにせよ。勝てるよね、私たちはさ。タクト、そうだね、私たちは勝てる、絶対に勝つ。私としたことがちょっとナーバスになってたのかもしれないね。このフォルテ様がタクトに励まされるとはね。いや、そんだけあんたが成長したんだと思うとかえって嬉しいよ。そいつはよかった。それじゃお互い、明日は頑張ろうや。あら、タクトさんじゃありませんか。よろしければこちらでご一緒いたしません？なんだか目が冴えてしまって。エンジェル隊に配属された時にはこんなことになるなんて思ってもいませんでした。ですがこれはこれで大変興味深いことだと思っていますの。だってこの戦いは広告の命運をかけたものであると同時に、数百年もの時間に連なる二つのロストテクノロジーの決戦でもあるのでしょう。自分の悩みや世俗のごたごたも、このスケールの前では霞んで見えますわ。ええ。自分がこれほどの大事件の当事者となるなんて、考えただけでワクワクしてきますわ。そうですか、それは良かったですわ。あとはこれをハッピーエンドにできれば言うことなしですわね。はい、明日はお互い頑張りましょう。なんだ、タクトか。どうしたの？なんかうずうずしちゃってね。こんな時はヘトヘトになるまで体を動かしてから寝るに限るのよ。まあね、難しいこと考えるのは私の柄じゃないし、今は明日勝つことだけを考えようと思うの。いろいろ考えるのはそれからでもいいわ。そう思わない？うん、そうよね。明日は絶対勝つわよ。というわけで、あんたもトレーニングに付き合わない？運動すればスカッとするわよ。ちょうど私も練習台が欲しかったの。
あ、マイヤーズ司令、どうしたんですか、こんな時間に。はい、紋章機とエルシオールの改装をシャトヤン様にばかりお任せしておくのは申し訳ないですし、それに実際の戦いが始まるまでが私たち整備班の戦いのようなものですから。そうしたくてしていることですから、ご心配なく。言われてみればそうですね。でも、月の巫女としても、今までにない充実感を味わっているんですよ。やはり、動揺しなかったといえば嘘になります。存在自体にも、そのことを知らされていなかったことにも。ですが、こう思うことにしたんです。この兵器工場の存在を知らなかったのは、本当はいいことなんじゃないかって。昔の人たちは、この白き月を兵器工場に、そう、あの黒き月のようにしようと思えばできたわけですよね。でもそうはしなかった。それは当時の人々の、人間の理性の賜物だと思います。そうして危険なロストテクノロジーを白き月の奥底にしまい込んで、存在すら忘れ去られるほどの長い年月にわたって秘密を守り続けた。その理性を私たち現代の月の巫女たちも知らず知らずのうちに受け継いでいる。そう考えるのはうぬぼれすぎでしょうか。ありがとうございます。この戦いが終わったら、白き月はまた平和のシンボルに戻る。いえ、戻すべきだと思います。そして、これから先の未来も、ロストテクノロジーを平和のために、人々のために使っていく。それが私たちに課せられた使命だと思います。ですから、明日の決戦は、トランスバール公国の将来を左右するという以上に重大な意味を持つと思っています。自分たちが長年受け継いできた考えが正しかったのか、それとも間違っていたのか、その答えが明日の戦いで出るわけですから。その現場に立ち会える私たちは幸せだと思っています。副司令が、そこの椅子で。ん？なんだ、タクトか。そうだな、確かに今日は、いつになく疲れた。シャトヤーン様にお会いして、お前からの口づてで白き月の秘密まで知らされて、それからこの秘密工場でエルシオールの突貫大改装と来た。こんなのめったに体験できるもんじゃない。お前の図太さと一緒にするな。ま、そんなお前だからこそ今までやってこれたんだろうけどな。一生経験できないようなことが次々と起こって、
お前の副官やっててよかったよ。さて、どうかな。そんじゃ、俺はお先に。マイヤーズ司令もお休みにならないんですか？はい、そうさせてもらいます。クールダラス副司令と同じで、私たちも今日はいろいろ考えさせられることが多くて。はい、少し。いいえ、かなりショックでした。白き月って何なんだろう。ロストテクノロジーって何なんだろう。ずっとそんなことばかり考えていました。それに私たちがしていたロストテクノロジーの研究は兵器の研究だったのかもしれない。そう思うと許せなくなって。だけど考えて考えて、ココと二人で話し合っているうちに、なんとなく答えが見えたような気がします。シャトヤン様がおっしゃったそうですね。この兵器工場は白き月を発見した人たちによって閉鎖されたと。それと同じだと思うんです、私たちがこれからすることも。ロストテクノロジーの中には確かに危険なものもあります。でもそれは使う人次第だと思うんです。明日エオニア軍を倒して平和が戻ってくれば、ロストテクノロジーの兵器は必要なくなるわけじゃないですか。それに平和になれば人の心も穏やかになります。そうすればロストテクノロジーを兵器として使おうとする人も減ると思います。兵器となりうる技術も使い方によっては生活を豊かにする技術にできるかもしれません。私たちは平和を守るためにロストテクノロジーを研究し使っていこうと思うんです。そのためには明日は絶対に勝たないと。頑張りましょう、マイヤーズ司令。それでは私たちもこれで。こんばんは、タクトさん。いいえ、構いませんよ。今、バニラさんもいらしていますし。ええ、管理室で宇宙ウサギを見ていますよ。少しずつ気持ちの整理がついてきているということなんじゃないでしょうか。こんばんは。あ、バニラさん。ちょうど今、タクトさんとバニラさんの話をしていたところでした。私の話ですか？はい、おかげさまで。僕は管理室に戻りますが、タクトさんたちはどうなさいますか？私ももう少しここにいます。わかりました。それではごゆっくり。タクトさんは今のままの方がいいと思います。
タクトさん。明日はどうなるのでしょう。私は忙しいことは構いません。タクトさんのお役に立てるのなら。はい。その後は、その後、戦いが終わったら、タクトさんはどうなさるおつもりですか？私ですか？また動物と一緒に暮らしてみたいと思っています。はい、そうなると嬉しいです。それとできれば先もタクトさんと一緒にいたいです。先日タクトさんがおっしゃった言葉、覚えていらっしゃいますか？今を精一杯生きる、誰かと別れる時まで充実した時間を過ごすことが大切、そうおっしゃいました。私は今タクトさんと別れたらきっと後悔すると思います。私は精一杯生きたいです、タクトさんと一緒に。タクトさんのおそばにいてたくさんの思い出を作っていきたいです。すみません。ご迷惑ですよね。本当ですか？タクトさん、嬉しいです。シスターが亡くなってから、私はずっと一人ぼっちだという気でいました。無意識のうちに、自分から他人と必要以上に接することを避けていたのです。今まではそれでも不都合だと感じたことはありませんでした。ですが、タクトさんと出会ってからは、違いました。いつの頃からか、タクトさんと一緒にいると、シスターと暮らしていた時のような気持ちが蘇ってくるようになりました。タクトさんのそばにいると、なぜか胸の奥が温かくなるのです。私、精一杯頑張ります。エオニア軍引き続き接近中。あと10分で戦闘中域に入ります。来たか。これが最後の戦いだな。総員、第一戦闘配備、最終チェックを急げ。
シャトヤーン様の話だと、これがエルシオールの本来の姿だそうだな。浮かれるのはいいが、それに飲まれるなよ。これはおもちゃじゃない、立派な兵器だ。それを理解せずにむやみやたらとぶっ放すようなら、お前もエオニアと同じになっちまうぞ。それが思いのほか調整に手間取っています。出力が上がらなくて、発射に必要なエネルギーが充填されるにはまだ。なんだと、せっかく取り付けたのに肝心の時に発射できなかったらシャレにならねえぞ。現在整備班を総動員して調整に当たっています。もう少し時間をください。まったく厄介な代物だな。400年以上眠っている間に錆びついたんじゃないのか。ふと思ったんだが、ひょっとしてクロノブレイクキャノンも紋章機のように使用者の意思が関係するのか。つまりだ、エネルギーチャージが進まない原因はタクト、お前の気合が足りてないからなんじゃないのか。とりあえず試しにもっと気合い入れてみろ。クロノブレイクキャノンが撃てなくてもいいのか。エオニア軍、まもなく戦闘中域に入ります。司令も副司令もふざけてないで、ちゃんと指揮してください。はい。了解。敵艦隊の編成は大型戦闘母艦、装甲ミサイル艦、高速突撃艦、例の大型戦闘機ヘルハウンズ隊の紋章機もどきだ。さらにレーダーが大型艦の存在を捉えている。間違いない、エオニアの機関だ。もう一度作戦内容を確認するか。任せてください。シャトヤーン様のおかげであの翼が出せるようになったんですから、負けるはずないです。
私はいつでも OK よ。紋章機の 100% の力見せてあげる。ここまで来たらあとは勝つしかありませんわ。それじゃあ最後の大暴れと行こうか。これで終わりにしましょう。タクトさんのお役に立てるように頑張ります。はい、ご命令をお願いします。了解。司令、敵の機関から通信です。まだ抵抗を続ける気かね。エルシオールとエンジェル隊の将軍、こちらの力は十分分かっているはずだ。勝てると思っているのか。これシャトヤーン、今回私のことは拒絶しておきながら、なぜこの者たちには白き月の技術を与える。私が与えたのではありません。彼らはロストテクノロジーに選ばれたのです。エンジェル隊は白き月のロストテクノロジーの結晶である紋章機に選ばれたパイロットたち。そしてマイヤーズ司令はエンジェル隊がその翼を委ねた人物。その人々を白き月を預かる私が信頼するのは当然のことです。お前たちは何も分かっていない。ロストテクノロジーにはもっと有効な使い道があるのだ。私は金々を持っていた。優れたロストテクノロジーの力をなぜ広告の外に向けて使わないのかと。トランスバール広告が現在の領域を形作って以来、歴代の皇后たちはその維持に努めるばかりで、それ以上に半島を広げようとはしなかった。私にはそれが歯がゆかった。広告の領域を広げればさらなる富と栄華が手に入るもの。のロストテクノロジーを使え、それはいつでも実現できるはずだった。数百年もの時を無駄にしてきたようなものだ。5年前その考えを皆に理解させようとしたのは、その待っていたのは辺境への追放だ。しかし運命とは皮肉なものだ。名もなき星々をさまよううちに私は黒き月を見つけたのだ。この黒き月こそが何よりの証拠だ。広告の外にはまだ数多くのロストテクノロジーが眠っている。私はそう確信を得た。白き月と黒き月、二つの月の技術をもってすればその探索はさらに容易となる。飛躍的な発展を遂げられるのだ。そう、かつて銀河に覇を誇っていた旧文明の再興すらも可能に違いない。ロストテクノロジーの力さえあれば。ここまで行ってもまだ理解できないのか。トランスバール広告、今こそ永遠の楽園として生まれ変われるのだ。住む者のいない廃墟の楽園としてか。いい加減に目を覚ませ。貴様のしていることは理想に名を借りた過去への復讐に過ぎない。貴様が願うのは
国の人々の幸せではない。人々の幸せを思わぬ貴様に王を名乗る資格はない。それがどうか。いいだろう。力ある者が未来を作る。力ある者だけが理想を成し、力ある者こそが後の世に正義と呼ばれる。我が名はエオニア。トランスバールの歴史の前に我が力を示し、その名を永遠に刻み込んでくれようぞ。通信切れました。エオニア軍移動を開始しました。いよいよだな。広告の命運はこの一戦にかかっている。頼むぞマイヤーズ。私にできることはここまでです。どうか無事に戻ってきてください。よろしくお願いします。マイヤーズ司令、ご分運を。エンジェル隊のみんな、この戦いの間にいろいろなことがあったな。はい、ピクニックしたりお花見をしたり。なんかいつもドタバタしてた感じだったけどね。そうですよね。あちこち駆けずり回って。ああ、でも楽しい旅だったね。この戦いに決着をつけるだけです。君たちがいたからここまで来れた。本当に感謝して。さあ、最後の戦いだ。エオニア軍を叩き潰すぞ。この戦いはあまりにも多くの命を奪いました。私はこれ以上命が失われるのを痛くありません。
私一人にできることなどたかが知れています。でも攻撃回避されたわ。命中だ。結構やるわ。落ちろ。エオニア軍と黒き月を倒す力の一部にはなれると思います。敵に攻撃を始めるわ。やるな。任せといてよ。タクト、戦いに打撃を与えるとは。平和が戻ることを信じて。攻撃が外れました。申し訳ありません。この俺が破れるとやむを得ん。交代だ。回避したのか。犬風情か。生意気だ。少し被害が増えてきたな。だがここでひるむ僕ではないよ。この辺で引き上げるとしよう。かなり効いたみたいです。紋章機を壊されては困るしね。外れたか。運が良かったな。早く敵を退けなければ。撃たれましたけれど、なんとか回避できました。狙いがそれた。さっきからオイラばっかり狙われてんの。もう限界だ。退却する。目標を確認いたしました。行ってまいりますわ、タクトさん。回避されたか。タクトさん、僕の私を見守っていてください。バッキースタ、了解。目標を失った。行ってくれよ、タクト。機動性が増しているの。次は必ず。お前たちは最高の相手だ。敵の攻撃を受けました。狙いが逸れました。でも大したことないです。隠してしたことが。修理が必要な時は私にご命令を。はい、了解しました。敵を破壊しました。性能が上がっています。タクトさん、攻撃を回避できました。ハイパーキャノン。あー、もうこちらラッキースター。敵を撃退しました。はい、タクトさん、行動を開始します。目標へのダメージ、白きつきの犬め、こちらの予測を大幅に超えています。必ず返すぞ。三番機、攻撃を開始いたします。ダメージが増えてきました。少し心配です。命中した。タクトさん、外した。見ていてください。いえ、回避したんです。最後の戦いです。そんな攻撃当たるもんですか。狙いがそれだよ。2番機、攻撃を始めるわ。よし、命中。狙いがそれだと。3番機、敵を撃墜しましたか。かまされたか。次は外さないよ。タクトさん、攻撃を回避できました。タクトさん、攻撃が成功しました。見守っていてください。了解、すぐに向かうわ。今なら一つだよ。三番機、一撃必殺。攻撃を開始いたします。アンカークローン。これでも食らいだ。しました。ストライクバースト。
嘘、攻撃が外れた。あれ、外しちまった。私としたことは、し、狙いはそれだよ。もう一度行ってくる。はい、タクトさん。トリックマスター、了解ですわ。あれ、外しちまった。私としたことが。目標捕捉、逃がさないよ。よし、来た、タクト。敵の攻撃を受けました。でも、大したことないです。タクトご覧ください。以上です、タクト。フライヤーダッシュ。なかなかの腕前だが、この船を沈めるにはまだ大きい。はい、タクトさん。いいところに命中して、3番機防御システムが追いつかない。しました。ここまでやると。よし、今の攻撃で奴らの紋章機の力がこれほどと。交代しろ。はい、了解しました。攻撃、こちらラッキースター。狙った場所に正確に当てられますわ。よし、回避できた。紋章機の反応がすごくいいわ。あなた回避されちゃったわ。危なくなったら助けてくださいよ。4番機、攻撃を回避した。ざっとこんなもんだよ。ラッキースター、了解。そんな攻撃当たるのですか。目標の中枢部、目標、沈黙。作戦を続行します。はい、了解しました。目標を確認いたしました。行ってまいりますわ。当たったか。さあ、次行くよ。今のは効いた。何、心配ないよ、タクト。はい、タクトさん。よし、来た、タクト。早く戦いを終わらせて、またピクニックに行きたいな。攻撃は回避した。あっちの巣にしてやるよ。ストライクバースト。そんなヘナチョコ玉なんか当たってやらないよ。いいところに命中したよ。もうもらったも同然だね。そんなヘナチョコ玉なんか当たってやらないよ。2番機、攻撃を始めるわ。敵の攻撃を回避したわ。目標を叶えました。攻撃に、攻撃に移りますわ。もう一度やってみます。目標の中枢部に命中。うまくいきました、タクトさん。そんな攻撃当たるのですか。かなり効いたみたいです。了解ですわ、タクトさん。撃たれましたけれど、なんとか回避できました。ラッキースター、了解。そろそろエネルギーが。まだいけるかな。敵機関および大型戦闘機、交代していきます。無人艦は全滅できたが、肝心の奴らにとどめはさせなかったか。逃がすものか。エオニアを追撃する。ようやく出力が安定しました。エネルギーはあと10分ほどでチャージが完了します。了解。くっそー、なぜあいつらに勝てんのだ。あの翼のせいで
エンジェル隊の紋章機の方が性能で上回っている。機械の力を借りて、なんて卑怯な奴らだ。今のままでは勝てない。冷静に分析してる場合かよ。これじゃ負けちまうじゃん。ともかく一旦引くぞ。ノアなら、黒き月なら、僕たちの紋章機をさらに強化できるかもしれない。なんだ敵だ。後方から新手の敵が。レーダーでキャッチしました。この識別信号は友軍のものです。友軍から通信、ルフト重傷です。アクト、待たせたの。たまには年寄りにも見せ場をよこせ。それよりも協力して敵を追い詰めるぞ。いかんな。ノア、体勢を立て直そう。ヘルハウンズ隊を黒き月に収容してくれ。ノア、なぜ返事をしないんだ。聞こえないのか、ノア。何をしている。聞こえているわ、お兄様。でもちょっと待ってて。今からとびっきりの舞台が始まるから。なんだと。黒き月、応答せよ。我々を回収してくれ。なぜ返事をしない。俺たちを見捨てる気か。早く援護を。このままでは撃墜されてしまう。ここが死に場所か。やだ、死にたくない。死ぬのは嫌だ。本当に？本当に死にたくない？ノア、今まで何を。質問に答えて。死にたくない？当たり前だ。早く何とかしてくれ。エンジェル隊に勝ちたい。らしものである僕が、こんなところで終わっていいはずかない。そのための力が欲しい。無論だ。俺に奴らを倒す力をくれ。どんなことをしても滅びを与えるために手段を問うつもりなど。その言葉が聞きたかったの。その絶望と執着心、それでこそ人間よ。まあ、望み通り、お前たちには力をくれてやる。これで私の最高傑作は誕生する。どういう意味だ。それにその声、お前は何者だ。単なる部品であるお前たちに教えたところで拉致もない。さあ、好きなだけ踊るがいい。黒き翼で死の舞を。
これが力。気持ちいい。まさか奴らもパワーアップしたのか。どうやらそのようだよ。だけど、なんか変な感じです。紋章機から変な感覚が流れ込んでくるんです。あれ、なんだか怖い。敵の機体の中に生命反応はあります。ただ私の勘が正しければ中に乗っている連中もう死んでるわ。彼らの魂はすでに彼ら自身のものではない。私たちの紋章機がそう教えてくれています。奴らは機械に取り込まれちまったんだ。いや違う、機械が奴らを飲み込んだ。なんておさましい姿。あんなものが同じロストテクノロジーだなんて信じられませんわ。いえ、おそらくあれが黒き月のロストテクノロジーの本性。